はいどうも、山形県出身シンガーソングライターの三浦康介です。はい、それでは今日もですね、解説の動画始めていきたいと思います。今日はですね、ギターの奏法の中の早もはん、大きい邪魔。はい、それではですね、改めてギターのギターの講座始めていきたいと思います。前回はですね、チューニング奏法というね、すごい難しい奏法にチャレンジしたんですが、今日はですね、ハーモニクス奏法ね、高音源の音、ハーモニクス奏法に、チャレンジしたいと思います。ハーモニクスもね、様々な種類があるので、いろいろ解説していきたいと思います。ハーモニクス奏法とは何かというとですね、通常ですね、音というのには倍音というですね、例えば、下のラの音を鳴らすと、オクターブ上のラの音が鳴っていたりとか、それ以外の音をね、含んでたりするんですが、その倍音のみを抜き出した音になります。その倍音のみの音を、抜き出した音をハーモニクス奏法というハーモニクスという、呼び方をするので、それを使う奏法をハーモニクス奏法と、呼びます。でハーモニクスにもね、いろいろあってですね、ギターもいろんなハーモニクスを鳴らせたりします。まずは基本の通常のパターンです。通常のパターンはですね、ハーモニクスポイントと言われる部分、一番ね有名なところであれば12フレット上とかの、弦のね、もうほんとフレットの上ですね。フレットの上のところに指を軽く、押し弦しません、弦をね、強く押さえなくても軽く触れるだけで、右手でピッキングして、ピッキングした後に離す感じ。そうすると倍音だけが抜き出されてハーモニクスの音が鳴ります。はい、で本当に軽く触れて、右手でピッキングして鳴らすことになります。で、メインはですね、5フレット7フレット12フレット、そして19フレット、そして24フレットになります。これですね、5フレットと24フレットのハーモニクスは同じ音程の音です。そして、7フレットと、19フレットの、ハーモニクスは同じ音程になります。はい、でね、12フレットが一番真ん中、ギターの弦のね、一番真ん中の弦に当たるので、この位置が、ハーモニクスが、メインでね、なります。それぞれね、音程があったりします。まあ、12フレットはその、フレット本来押し弦してる音程と同じピッチのハーモニクスがなります。5フレットであれば、そのね、開放弦の2オクターブ上のハーモニクスがなります。なので12フレットの、ハーモニクスの音のさらに1オクターブ上のハーモニクスの音がなります。で、7フレットであればその押し弦している、7フレットですね、1弦の7フレットあれば、その例えば通常のレギュラーの音であれば B の音が鳴ってますので、ハーモニクスを鳴らすとその B の音の1オクターブ上の、音程のハーモニクスが、鳴ります。これがね、メインで5、7、12がよく使います。で、19フレットは7フレットとね、19フレットと7フレットは同じピッチの、24フレットと、5フレットも、同じ音程になります。そしてね、その他9フレット、ちょっとね、9フレットとかはね、なかなかなりにくいんですが、9フレット上とかも地味に、ね、ちょっとね、難しいです、なります。そして3フレットの上とかもなります。で、4フレットもなるんですが、4フレットと9フレットが今度同じピッチになります。でですね、4フレットや3フレットあたりはフレットの上というよりも若干ちょっとずれた場所、フレットよりも少しずれ気味な場所でなりますので、3フレットとね、4フレット、9フレットあたりは、ちょっとね、鳴らすの難しいですが、一応ここら辺を使うこともあります。これが、通常のハーモニクスです。次がタッピングハーモニクスという奏法になります。このギターの弦を叩いてですね、ハーモニクスゾーンね、さっき言った5フレット、7フレット、12フレットあたり、また19フレットあたりもですね、こうタッピングハーモニクスです。ハーモニクスポイントをタッピングハーモニクス、ね、ハーモニクスポイントを叩くことで鳴らせるハーモニクスの奏法になります。タッピングハーモニクスで、これがですね、全体で鳴らす、ね、全体一気にパーンと、僕ちょっと薬指でね、癖でやってますが、中指だったりとか人差し指とかでね、ソロギタリストの人はこう鳴らした
たりします。でこの時にあのなんか2本の指とかで鳴らしちゃうと鳴らないので、1本の指でちゃんとそのゾーンに当てるように意識してもらって、鳴らしてみてください。これタッピングハーモニクスの全体です。あとは半音でね、半音でね、こう中指とか1本で半音で鳴らすタッピングハーモニクスもあります。その他ですね、左手でスラップの途中で僕はよく使うんですが、これ、ね、タッピングハーモニクス本当にあの叩けばいいので、左手でもあのね、ね、鳴らそうと思えば左手でも左手でも鳴らせたりしますので、左手でのタッピングハーモニクス、そして部分のハーモニクス、単音じゃなく、2本だけ、を抽出したりとかですね、この時はですね、中指と人差し指あたりを、合わせていただいて、その指の先でハーモニクスのポイントを叩いて鳴らしてあげる、なんていうのも、できたりします。ラップタッピングスタイルギターというですね、ピアノギター、ギターを横にした状態で演奏する奏法の時とかも、タッピングハーモニクスよく使うんですが、これの時はですね、こういう動きですね、人差し指でも人に指さすかのように、こんな感じでですね演奏します。また小指でですね、どちらかというとこれだとね、単音で鳴らしやすいんですね、人差し指だと。このラップタッピングスタイルギターの時のね、単音で鳴らしやすいので、人差し指は、小指だとラップタッピングスタイルギターの時に全体で奏法になりますので、このラップタッピングスタイルギターの時は人差し指や小指などをうまく使って、鳴らしてみてください。そしてですね、次がですね、人工ハーモニクスという奏法になります。人工ハーモニクス、これですね、初めて見た人とかはですね、こう角度的には何だろう、人差し指で弦に触れてるだけでハーモニクスが鳴っているというふうに思うかもしれないんですが、実は親指で、これちょっとね、見えにくいかもしれないんですがね、こうです、人差し指でハーモニクスのポイントに触れて、鳴らす、ハーモニクスになります。で、親指でね、ピッキングして、人差し指で触れて鳴らす、これでね、人工ハーモニクスというやつもあります。これ単音のパターンです。これがね、普通に単音のパターンとスイープのパターン、一本一本、これね、人差し指で触れて上下、うまくね、スイープのパターンもあります。片手でできるので、左手でね、鳴らすことも、ね、左手での人工ハーモニクスなんてのもできたりします。人工ハーモニクスダブルのパターンです。ダブルのパターンは、人差し指中指を、そのね、ハーモニクスのポイントに押さえて、人差し指中指をハーモニクスのポイントに押さえて、親指と薬指で、ちょっとね、僕もあんま得意な奏法じゃないんですが、これダブルの奏法、ダブル人工ハーモニクス、ね、この形で人差し指と中指で、ハーモニクスポイントに触れて、薬指と親指で、音を鳴らすという、ね、形の人工ハーモニクスもございます。そして4つ目のハーモニクス、ピッキングハーモニクス、このね、右手のピッキングと同時にちょっとね、親指のここの部分でちょっと触れてあげてですね、鳴らす奏法になります。ね、顎
アコギで鳴らすの結構難しいんですよ。奏法になります。ピッキングした後すぐに親指のここら辺で弦に触れてあげて鳴らす奏法です。ちょっとね、左手の押さえる角度によってちょっとここのどこら辺にね触れてあげるのかってのも少しずれてくるので、ちょっとねピッキングハーモニクスね、あのエレキギターでやるとめちゃくちゃギターソロとかの途中でキューンって鳴らすと、ね、かっこいい奏法になります。ピッキングハーモニクス、この4種類ですね、通常のハーモニクス、タッピングハーモニクス、人工ハーモニクス、そしてピッキングハーモニクスの4種類、そしてですねタッピングハーモニクスと、人工ハーモニクスのそれぞれの利点です。タッピングハーモニクスはですね、打音が入ります。鳴らすので、叩くので、打音が入るので、パーカッシブな奏法と相性がいいです。スラム奏法なんかとですね、合わせて、みたいな形でですね、ハーモニクスとね、あのスラム奏法を合わせるみたいなパターンとかもあります。なので例えばですね、この7フレットと19フレットのハーモニクスの音って音程一緒なんですが、実はちょっとギターのネックの位置とボディ内に入るので、ちょっとタッピングハーモニクスの場合はですね、打音の量がね、打音の含む量が違うので、結構こっちの方でねやった方が打音も入ってくるので、スラム奏法との相性としては7フレットよりも19フレットの方が相性が良かったりとかします。タッピングハーモニクスですね、高音源は鳴るんですが、意外と低音源の方のですね、あのハーモニクスが鳴りにくいので、あの実はローコードね、コードを鳴らしてるところに叩いてあげると、下の方はコードの音が鳴ってるんだけど、上の方でハーモニクスの音が鳴るっていう、ね、一発でコードを鳴らしながらハーモニクスも鳴らせるっていう、左手がすごい自由になるので、そんな形でですね、コードとの共存っていうのもできたりします。そして人工ハーモニクスはですね、通常時にはない音を作り出せる、ものでもあって、例えばこういうハーモニクスでね、全部ハーモニクスで作るソロがあったとします。はい、こんな感じのですね、ハーモニクスのみで作るソロがあったとして、このここの部分人工ハーモニクスで作ってるんですが、このですね、通常のチューニングの場合にこの高い音のラの音って、この12フレット、7フレット、5フレット、どこのですね、場所を探してもないんですね。他の音はこのここの位置で、賄えるんですが、この音、ラの音がね、ラの上の音がね、あのこのギターの作り上のハーモニクスでは、存在、ちょっとねチューニング変えればできるんですけれども、このねチューニングの場合は出せないので、そういう時にですね、人工ハーモニクス右手1本で鳴らせるので、左手でねその、ちょっとカポタストの代わりじゃないですけど、ちょっとフレットを押さえてもらって、それの上のハーモニクスポイントを押さえてもらえれば、そのピッチが作れるという、まあ、そういう意味でもね、人工ハーモニクスという名前になっていると思います。なのでメロディーラインをハーモニクスで作りたい時とかに、うまく使ってみてください。下のコード、ローコードとかですね、こういうコードがあったとしたら、コードの上をなぞるようなハーモニクスを作ることもできるというですね、とても便利な人工ハーモニクスね、そしてタッピングハーモニクス、両方ともですね、片手だけで、タッピングハーモニクスも人工ハーモニクスも両片手だけで、あの音をですね、片手だけであのハーモニクスを作れるので、左手が自由なんですね。なのでタッピングハーモニクスを右でやりながら、左手はタッピング奏法ハーモニクスももう自由なので、左手タッピングにして右手で人工ハーモニクスという形で、って形にしてもいいと思います。あとはですね、右手1本でハーモニクス鳴らせるので、まあ電話しながらもハーモニクス鳴らしたりとかね、できるわけですよ。あ、もしもし、はい、ということでね、今日はね、ハーモニクス奏法の解説をさせていただきました。通常のハーモニクスと、そしてタッピングハーモニクス、そして人工ハーモニクス、ね、
そしてピッキングハーモニクスでね、いろんなハーモニクスございますので、皆さんも、好きなねやつぜひ使ってみていただければと思います。今日の講座ここら辺にしたいと思います。この動画が参考になったよという方はね、ぜひグッド評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご質問や感想は、コメント欄の方でお待ちしております。 Twitter のフォローよろしくお願いします。次回はですね、ループステーションの使い方解説していきたいと思います。三浦康介でした。また次回よろしくお願いします。またね。次回はですね、ループステーションの使い方、ちょっとね、考察して、解説、